動画をご視聴いただき誠にありがとうございます。今回の動画は非常に短い動画となってるのだ。どれぐらい短いの？本編は20秒ぐらいだから解説だけはちゃんとするのだ。短、本当に大丈夫なの？さすがに本編だけだと大丈夫じゃないからここでちゃんと説明するのだ。ウプ主は 4K カメラ片手に京都に行ってきたんだけど、そのうちの一つに幕末の史跡で門掃除ってお寺に行ってきたのだ。聞いたことないけど、どんなお寺なの？新選組史跡辞典にも載ってる場所で、戊辰戦争東軍戦死者埋骨地と言われているが、実際に遺骨が現在の墓地に収められているかは不明らしいのだ。じゃあ完全にロマンを求める場所ってわけだね。ところで更新頻度はどうなの？取れ高はそこそこあるみたいだからあんまり期待しないで待っててほしいのだ。とりあえず本編スタート。まずは門掃除の別角度からどんどん進んで本堂正面まで行くのだ。着いたね。御朱印はウプ主もらったの？ここは御朱印はやってないみたいだから注意するのだ。ちゃんとチャイム鳴らして聞いたから間違いないのだ。最後に正面からの様子を静止画でゆっくり見てこの動画を終えるのだ。ご視聴いただき誠にありがとうございました。よければ他の動画もご視聴くださいませ。